パリ五輪の新競技ブレーキン女子で金メダルのユアサミ、25イコールダンサー名、アミ、が、8日放送の日本テレビ、サンデープッシュスポーツ、日曜後4、55に VTR 出演。衣装のこだわりについて語った。番組では、ダンサーアミの強さの秘密の一つとして衣装が取り上げられた。昨年10月にパリで開催された世界大会に密着した映像で、アミは、 ブレーキンするから自分がかっこいいと思うものを選ぶようにしてます。着てテンションが上がる服。気持ちが変わったら衣装も変わるかもしれないなって思うから色々詰めちゃったりするし。キャリーの半分は絶対洋服で埋まるとコメントしていた。パリ五輪では入場、予選、準決勝、決勝と4パターンの全て違う衣装を身にまとった。入場シーンでは赤のボトムスに白の T シャツ。 予選ではグレーのトレーナーに赤のボトムス。準決勝では白の T シャツにくすんだピンクのカーボパンツと様々なパターンを披露。入場の時は赤パンツに白 T 着てて。やっぱ日本カラーで行こうみたいな感じで入場したんですけど、グレーのトレーナーと白 T はいつもバトルの時に持っていくセットだったので、やっぱり初っ端はいつも通りの感覚で行きたいなっていうのでとファッションに込めた思いを語った。 決勝は胸元に日の丸がデザインされたピンクの T シャツをチョイス。決勝は日本国旗を書いし、自分の気に入った服で踊りたいので最後はあれでと理由を明かし選手村を出るときに、あみこれから日本に帰るのって言われるくらい、会場に着く前に疲れるくらい、大荷物だったと苦笑いで振り返っていた。